疲れ様です。はい、お願いします。なんかめちゃくちゃ使ってますよ、タクシー。まあテレビ局とかもなんか一人で行きます。でもいつもだいたい携帯いじったりとか、返してなかったアンケートとか結構その答えてるますね。なんかファンの子が頑張って人気にさせてくれたタイプの人間なんで、恩返ししなきゃ恩返ししなきゃみたいな。お仕事の内容とかも飽きられないようにお仕事結構いろんなジャンルも頑張ってるみたいな感じですね。人は人んち、うちはうちんちっていうのを結構自分の中で好きな言葉ですね。あのお母さんに言ってた言葉結構間違ってなかったなって最近になって思います。大人になったのかな、ちょっと才能持ってる人に囲まれてる職業だからこそ、自分にしかできないこととか自分でしか言えないことを言わなきゃなと思います。何ですかね、難しいこと考えすぎすぎない、それでもなんだろうね、空気が読めて空気読めるのって結構大事だと思います。空気が読めてなんかやりたいことをやっぱ口に出してる人の方がなんか成功してる人が多い気がする。私は全部口に出すから。でみんなお仕事頑張っててさ、この疲れてる時にさ、うち出てきてさ仕事の話してんのムカつかないかな、大丈夫かな。熱そうなこと喋ってる、一番恥ずかしい。自分的な一番楽しい時期にお仕事をいっぱいしてきて、青春とかもそれこそもう捨ててきたし、思い出とかもその楽しかった思い出がそこまでないから、なんか違う働き方したい。それこそ海外とかもいっぱい行きたいし、自分のこと好きになってきた方だと思います。好きかもしれないね。私人の悪口あんま言わないんで、最近はもうマジでうち言わない、人の悪口。人が悪口言っててもあんま乗りたくないですもん、ブスになるから。ああそうなの。うん、ずっと働いてたいんですよ多分。家庭に入ること多分一番向いてない人間のタイプなんで、別にファッションに限らなくてもいいですけど、まあ、でファッションだな、ファッションしか嫌だかもしれないです。ファッション以外今思いつかなかったです、やりたいことが。なんかゆっくりちゃんと、でもちゃんとお金を稼げる人になりたいですね。